京王道の高尾山インターチェンジが今日から通れるようになりました新たに開通したのは中央道とつながる八王子ジャンクションとの間のおよそ2キロです大部分は高尾山の下を通るトンネルのため自然を守れなどと反対運動が強かった区間ですこちらが今日完成したばかりの高尾山インターチェンジですちょうど 高尾山の麓に位置していましてこの場所から八王子方面に向けてトンネルが伸びています一般車両の通行に先立ち関係者によるセレモニーが午前中に行われたいや気持ちとしてやっぱ最高ですよね <laughs> やっぱ長年開通待ってましたから東北とか まあ、西日本の方とか、まあ、そういったアクセスが首都高に突っ込まないで、えー、できるようになるので、まあ、そういう使い方をしていきたいなと思っています圏央道は都心から半径およそ40キロから60キロの位置に環状に作られる道路だ高尾山インターより南に伸びる工事も進んでいて来年には東名高速までつながる予定だこれにより 例えば、関越道から東名に行く場合都心を通り大回りする必要がなくなるこれは時間短縮だけでなく都心の渋滞緩和にもつながるというのだ今このバスは高尾山インターチェンジから八王子ジャンクションの方向へ向けて走り出しています全長およそ2キロのうち大部分の1.3キロが高尾山の下を通るトンネルだ 実はこの道路開通までに紆余曲折あった高尾山はミシュランの三つ星にも選ばれた都内有数の自然の宝庫だその高尾山にトンネルを掘るということで自然破壊が懸念され激しい反対運動が起こり高尾山天狗裁判という名で知られる建設の差し止めを求める訴訟まで起きた最初に計画が示されたのは1984年 開通までに28年もの年月がかかる建設で高尾山の川や滝の水が枯れるのではないかという懸念も出ていた。今回の開通について地域住民や観光客が便利ですけどね、ちょっと自然はね幼いのにしてほしいですけどね。えー、とても嫌ですね。正直言うと自然としての方が価値の方がはるかに高いと私は思いますけど。 もう本当にありがたいと思います。もうね。これからどん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 お客様がね。たくさんより一層ね。あの来てもらうように願ってます。遠くからもまた来やすくなりますし。いいんじゃないかなと思うんですけど。